今日のコースはホテルリビエラ市宿井 DMV 乗車川口ダム長安口ダムに行きます。ここから DMV に乗車。前日は晴れでした。今日はあいにくの雨です。このバスに乗ります。かわいいボンネットバスです。道の駅宍喰温泉から阿波海南文化村までを結びます。道の駅宍喰温泉は DMV の初のバス停です。ありがとうございます。阿波海南文化村駅 DMV です。安全運転のため走行中は運転手に話しかけないようお願いします。窓から手や顔を出さないようにお願いします。次の停留所は海の駅東洋町。海の駅東洋町です。次の停留所は海の駅東洋町です。国道55号線を走行しています。海の駅東洋町。海の駅東洋町。海の駅東洋町を出発します。海の駅東洋町には海水浴場があります。次の停留所は岩の浦。岩の浦です。岩の浦。岩の浦。次の停留所は岩の浦です。観音浦バス停です。ここからループ状の坂を上がって観音浦駅へ行きます。雨が大降りになってきました。観音浦モードインターチェンジに到着です。観音浦モードインターチェンジに到着しました。ただいまから鉄道モードにモードチェンジを行います。 We have arrived at the 観音浦 mode interchangeバスに乗らなくて、モニターのモードチェンジの様子を見ます。モードチェンジ、スタート。
乗車券の方はかっちりと確認できるようお見せください。運賃、乗車券、整理券は駅の改札口にお渡しください。鉄道モードで走行しているから、ひしくいはバス停ではなく駅の改札口なんですね。ひしくい駅到着です。チェンジスタート。まもなく阿波海南、阿波海南に到着します。道路の向こうは線路です。次の便のモードチェンジを見学します。
海南文化村に行きます。JR 無期線の終着駅です。JR 無期線と徳島バスの発車時刻表です。大雨のため列車の運転を見合わせているとのアナウンスが流れていました。昼頃から運転を見合わます。淀線では大雨の影響により、久保川大雨の影響で多くの路線に支障が出たようです。見合わせます。その他蒸気以外のホームの向かいは豊かな緑の田んぼが広がっていました。海陽町の四方原一帯は砂利の層が厚く、新田開発に大変な苦労をした地だそうです。右側にコンビニがあります。川海南文化村から BMV がやってきました。BMV の鉄道路線は第三セクターで、阿佐海岸鉄道阿佐東線です。自動販売機の図柄は DMV です。アマガエルがいるよ。
の操作をしています。川口ダムと長安口ダムへ行きます。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てくださいね。